OK、はい、これがあの村人がよく使う山形のです、かなりあの日本のナタと比べると歯が薄くてあの切れ味が非常にいいです。あの枝落としなどで便利なようにこう先が曲がっている形状のものもあります。これでこう引っ掛けて切るような感じですね。こういう使い方をよくしていると思います。あの枝落としだけではなくてこういうふうにあの建築材料のこう表面があまりこう綺麗でない時にこういう状態ですね。こういうふうに綺麗でない時にこれで削り落としてあの簡易的にあのカンナ掛けのような作業に使っているところもよく見かけます。マテーパーが持ってるんですよ。タブ切る。